はい、さいまいどー。今回は身の毛もよだつ世界の犯罪者シリーズ。それではオープニングみなさんこんばんは、ポカリ田中です。本日はロシアの犯罪者の中で最も凶悪でてっぺんを取ったと言われている男を紹介していく。みんな、凶悪な犯罪者といえば誰を思い浮かべる？空手家入江、モンスタイル井上、いやいや違う、こいつだ、アンドレイ・チカチーロ。彼はこれまでに逮捕された犯罪者の中で最も恐ろしい殺人鬼の一人だと言われています。今日はそんな彼の犯行内容を紹介していく。それではレッツGo! 1982年から1990年まで彼は50人以上の少女や若い女性を強姦し、残忍な方法で殺害しています。この事件の犯人アンドレイは後に別名赤い切り裂き魔と呼ばれるようになる生い立ちです。1936年10月の16日にウクライナスムスカヤ州ヤブロチュア村で生まれる。家族構成は両親と妹、そしてアンドレイの4人家族。父は第二次世界大戦に繰り出されるがナチスドイツの捕虜になる。そして父は兵役による報酬と生存する代わりにドイツの国防軍に降参した。父はみんなから裏切り者や生き恥を晒したという烙印をされる。一方、父が戦争に繰り出されている時にアンドレイは母と寝所を共にしていたが、慢性的な夜尿症であったために症状が出るたびに母から暴行を受け、屈辱的な日々を送った。成長の最中に自身がインポテンツであることに気づいたアンドレイは苦悩し、自分は神の意志によって虚勢されたと信じるようになった。この性的不能がチカチーロという人間を生涯苛み、さらには連続殺人という行為に至らせる要因となる。思春期の頃のアンドレイは異性と付き合うことを断念し、読書と自称に夢中になる。しかし大人びていた13歳のターニャを見たアンドレイは彼女の背後から襲いかかり、強引に性行為を試みたが彼の性器は勃起しなかった。これを受けてターニャはアンドレイを罵り、彼は激しい後悔と劣等感に打ち震えた。性的コンプレックスを紛らわせるかのように勉強に打ち込んだ結果、地元では知らぬ者はいない秀才となったチカチーロは名門モスクワ大学法学部の受験に挑むが失敗に終わる。本人は成績は良く試験の手応えも十分だったのに、父がドイツ軍の捕虜になったばかりに不合格になったと信じて疑わなかったそうです。その後工業専門学校に進学する。卒業後は通信技師として働き始めるが、暇を見つけては一日何度も自慰行為をするようになった。しかし運悪く同僚に見られたことで大きくバカにされるという致命的な失敗を犯した。その頃からチカチーロは妄想をするようにもなった。それはか弱い女性がチカチーロの腕の中で抵抗を弱め彼の自由にされるというものであった。そして35歳に教員免許を取得し、小学校教師として働くようになる。ここでチカチーロは寮で眠っていた15歳の少年の元に忍び込み、少年の下着を下ろして性的虐待をしながら自分の性器をいじくり回すが、少年に抵抗されると逃走した。このことを生徒からバカにされ、散歩中に生徒から襲われて怪我も負った。彼は襲われたことがきっかけでジャックナイフを携帯するようになる。このナイフが後に引き起こす連続殺人で使用されることになる。最初の悲劇は1978年12月の22日、チカチーロは9歳の少女を連れ出して強姦しようとしたが勃起はしなかった。抵抗された彼は少女の首を掴んで自分の全体重をかけ、少女の体が動かなくなってからチカチーロは行為を及ぶが、彼女が言葉を発して息を吹き返したことに驚愕し、性器をめった刺しにして殺害。刺してる途中で彼は射精する。チカチーロは息絶えた犠牲者の体を突き刺したり切り裂くことによって性的興奮とオーガズムを得ることができた。その後彼はしばらく静かにしていたが、チカチーロはソ連中のあらゆる町へ出張旅行ができる仕事を見つけた。彼は様々な町で標的を探し、凶悪犯罪が同一犯によるものだと気づかれにくくした。子供を狙う時は大抵甘いお菓子をあげる、映画を見せてあげると言って森に誘い込み、強姦して殺害し、遺体を解体して食べていた。またチカチーロはよく被害者の目をえぐったりしていたという。その理由を彼はこう語る。見つめられるのが怖かったからだ。いや、死体食べる方がよっぽど怖いわ。
1985年、ソ連当局は殺人鬼を見つけるための作戦を開始した。その時点で彼はすでに約30人を殺害していたと言われている。ピカチーロは疑いをかけられないように、捜索隊の一員として活発に活動に参加した。そんな彼がようやく逮捕されたのは1990年のことだった。捜索隊は彼の様子が疑わしいこと、道で子供と仲良くなろうとしていることに気づいた。ピカチーロは当初、すべての罪状を否認したが、精神科医のアレクサンドル・ブハノスキーから質問を受けると態度を変えた。彼はわめき散らし、自分の運命と周囲の人々を呪っていたとブハノスキーは回想している。裁判での彼の態度は異常であった。ズボンを脱いで性器を露出させたり、本音に持ち込んだポルノ写真を高々と掲げたり、自分は同性愛者ではないと叫び、自分が今までに自白した殺人を否定するかと思えば、逆に犠牲者の数が少なすぎると言い出したり、挙句の果てに俺は妊娠している、私は女なのよなどと尻滅裂なことを口走るという卑怯な振る舞いをした。ピカチーロは精神異常による無罪を望んでいたのである。法廷からサディスト、人殺しといった罵声を浴びせられると、彼は声のした方へ笑いながら手を振った。遺族の一部はピカチーロを檻の中から出して、自分たちの手で彼を処刑できる権利を要求した。また犠牲者の名前が挙がった時、失神する遺族たちが数多く出たという。最後の裁判の日、1992年10月の14日、ピカチーロは52件の殺人罪で有罪判決を受け、死刑を宣告された。それを聞いたピカチーロは判事に向かって、イカ様だ、お前の嘘なんか聞かねえぞと罵倒し、価値のない人間を掃除することで社会に貢献したと主張した。もう完全に狂っちゃってますよね。1994年2月の14日、ロストフの刑務所内にある部屋に連れて行かれたピカチーロは右耳に銃弾を受けて処刑された。この極悪非道の事件は後に映画にもなる。そんな彼が最後に語った言葉がある。どうやって相手を苦しめるか、次から次へとアイデアが湧いてきて、実行するのが追いつかないほどだった。私はこの世で最も悲しみを知っているものです。アンドレイ・ロマノビッチ・ピカチーロ。ちょっと怖すぎたね。ごめんちゃい。